富士山系クラシック初日、29日、富士桜カントリークラブ、山梨県、7424ヤードパー70。かなり霧が濃かったです。写真、ゴルフの名門、東北福祉大ゴルフ部で首相を務めたルーキー岡田光平。5月の関西オープンで8位タイに入ると、6月の国内メジャー、 BMW 日本ゴルフツアー選手権森ビルカップで自己最高の4位タイに。その時点で1038万円を稼ぎ、賞金ランキング13位につけた。今年最大の目標として掲げているのが、初シード権の獲得だ。昨年は賞金ランキング68位まで、出場義務試合数に満たない3選手を除くがシード権をつかんだが、 ボーダー68位の近藤智弘が約1283万円だった。昨年実績を考えると、岡田はシード権をほぼ手中に収めたと言っていい。ツアー選手権で一段落というか、ちょっとホッとしていた自分がいたのかな。そこから4試合に出場して予選落ち3回、棄権1回。その間の獲得賞金は0円だ。ルーキーがプロの壁にぶち当たった。もうショットがめちゃくちゃで、 何年ぶりかというぐらいに調子が悪かった。ここが踏ん張りどころだと思っているとカブトの尾を締め直した。今大会は初出場。ラフが長くフェアウェイも狭いタフなコースセッティングの中4バーディ2ボギーの68をマークして2アンダー暫定4位につけた。パー5の3つですべてでバーディを得れました。このコースはティショットを曲げたら絶対にダメなので 3番ウッドを多用しました。そのマネジメントがうまくハマったのかなと、復調のきっかけをつかんだ。第1ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため、翌日に順延となった。この試合は日本オープンだと思ってプレーをしている。リスクマネジメントをしっかりして、メリハリをきちんとつけて、明日もプレーができれば。プレースタイルを変えずに第2ラウンドへ挑む。文、歓喜高政。